こんにちは、春風ツアーです。今回は和ジェンキ公園の中にある、和ジェンキ宮殿、水上宮殿とも言いますが、その内部をご紹介いたします。ポーランドはヨーロッパの中でこの赤い六角形で囲んだほぼ中央、やや東寄りの位置にあります。そして和ジェンキ公園がある首都ワルシャワはポーランドの地図でいうとやや東寄り、この赤い丸がワルシャワです。今回はそのワルシャワにあるワジェンキ公園の中の水上宮殿、その内部をご紹介します。ワジェンキ公園の中にある水上宮殿というのは、正しくはワジェンキ宮殿と申しまして、17世紀頃に建てられた夏の離宮です。こちらはロトンダというところで、ロトンダというのは丸い天井とか丸い部屋という意味なのですが、それがそのままその名前で呼ばれるようになりました。こちらはダイニングルームです。そしてこちらはギャラリー、壁一面にさまざまな絵画があります。そしてこちらはバンケットルーム、宴会場ですね。このバンケットルームは現在でもいろんな会議で使用されております。今回はワジェンキ公園の中にある水上宮殿、ワジェンキ宮殿のその内部をご紹介いたしました。